目測だけで距離をつかむことというのはかなりのベテランのドライバーライダーでも難しいんですよ。皆さんこんにちは、ホンダインストラクター安全自動ガイド配達編。前回はルーフ付きスリーターの特性と注意点について触れました。今回は車間距離が起こす接触の危険性について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。走行中には前の車とある程度車間距離取らなきゃいけないんですけれども、そもそもなんで車間距離って取らなきゃいけないんでしょうか。カメラマンさんどうですか、わかります？そう、素晴らしい、その通りですよ。前の車と追突しないためだったり、それからやっぱり急に止まったらと、こちらも急ハンドルとか急ブレーキかけて転倒したりとか、そういった危険を防ぐためですよね。皆さんの目の前に危険が発生してそれに気づいてブレーキをかけて実際にブレーキが効き始めるまで、これを空走距離と言います。実際には約1秒かかると言われています。そしてブレーキが効き始めてから止まることができる距離、これを制動距離と言います。それではカメラマンさん、停止距離って分かります？ちょっと意地悪な質問でしたね、ごめんなさい。はい、では停止距離説明させていただきます。停止距離というのは先ほど説明した空走距離に制動距離、これを足したものです。これはあくまでも目安なんですけれども、30キロでは停止距離は約15メーター、60キロでは停止距離は約44メーターまで伸びると言われてます。さてここでは先ほど追突の危険についてお話しすると言いましたね。察しのいい方ならわかるんじゃないですか。車間距離がこの停止距離よりも短いから前の車が事故をしたりとか急にブレーキをかけたり、そんなことがあった時に追突してしまうんです。その人の運転技量、タイヤの状態、路面の状態、さらには体調、その日の気分なんかによって停止距離というのは変わってきてしまいます。停止距離よりも車間距離を取ればいいということが分かったんですけれども、じゃあ実際にこの15メーター、44メーターだったりっていう距離を取ることできますでしょうか。結構難しいですよね。目測だけで距離をつかむことというのはかなりのベテランのドライバーライダーでも難しいんですよ。なのでここで紹介する車間距離の取り方、停止距離を時間に置き換えます。先ほど空走距離は約1秒かかるって言われましたよね。最低1秒空けないと本当に追突しちゃうんですよ。じゃあどうするのってことなんですけども、もう1秒分空ける、2秒分の車間距離を取るというのはいかがでしょうか。具体的にはそうですね、例えば前の車が電柱でも道路の表示でも何でも結構です。目標となるものを通過します。そこで0とカウントします。0、1、2、ゆっくりカウントして自分が2を数え終わる前にその目標を通過していたら車間距離が短いかな、そんな取り方です。ちなみにちょっとせっかちな方は0を挟むといいかもしれません。0、1、0、2、こんな感じです。距離ではなく時間で車間距離を測ることで前の車と安全な間隔を取る、そういったことが重要ではないでしょうか。今回は車間距離が起こす接触の危険性について考えてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。中には2秒も車間距離を空けてしまったら割り込まれてしまうんじゃないか、そんな風に考えてらっしゃる方もいると思います。ただ考えてみてください。2秒の車間距離を1秒に縮めたとします。目的地にも1秒早く着きますよね。それって本当にメリットでしょうか。